はできませんので、宮の下でお降りの方はお間違えのないようご注意ください。この電車は箱根湯本よりこの地点まで距離にしておよそ4キロ、標高にしておよそ250メートルほど登ってまいりましたが、これより終点の強羅までの間にさらに200メートルほど登ります。今登っております勾配は1000分の80と申しまして、日本では第1位、世界でも第2位という急勾配でございます。箱根湯本から強羅までの間のほとんどがこの急勾配で占められています。この急勾配を登っている時の前の運転台と後ろの運転台の高低差は2両連結の車両で2メートル40センチ。